これはあのー、イヤリングに見えると思うんですけどこれはねなんとカチューシャにくっついてるんですよかわいいでしょ <laughs> こんばんはこんばんはかわいいカチューシャについてるカチューシャちょっと見にくいけ黒のリボンのカチューシャです こんばんはこんばんばはそうでやっぱりねあのー、こういうのを見せたいので髪の毛は結びました可愛 <laughs> い,いありがとうございますイェ島田さん素敵ありがとう <laughs> ひろきさん今東京いる、そうなのマジ <laughs> ウェルカムウェルカムウェルカムとか言って <laughs> サイリウムカラーはピンクと白です基本こんばんはこんばんは なんか番組ねひろゆきさん絡んでるけど実際会ったことないんですよね生ではずっと海外いはったからこれはね是非 <laughs> でもなんか生で会ったらなんか番組みたいになんか話されへん気がするなんかなんかちょっと <laughs> 番組は結構、ね、いつもあんな感じでやってます <laughs> かっこいい、ありがとう。そうで、昨日はあのゆいゆいさんの。ところに入ってやっておりました。あの、そう、最後ね。あの、昨日はそのもともとそのワンハーフの振りはある。 で最後にもうほにあれ一回踊ったら本当に何十分か最低でも10分は経験しないともう一回踊れないんですよ本当に結構真面目に多分昨日の見てくれてた人は分かると思うんですけどだから昨日もうとりあえず2番がザーっと終わってねラスト一回ボーンって本気でやって終わるみたいな感じででそのだからなんていうのユウさんとかやったことがなかったからあやばいなと思って。 <laughs> 急入れるかなってまあ一応自分では全部確認してきて起こしてきたけど先輩とぶつかっちゃうかなみたいなやっぱさ入ってみないとあのなんていうの映像で見て誰と誰の間とかどこを抜けるとかを見れば分かるんですけどやっぱいざ <laughs> とかは別に全然一人で練習したら覚えれるけど動線はねやっぱさ 練習でやりにくいから昨日はあれだったんですけど一回最後に通す前に曲うってそうそう誰かが言ってくれて <laughs> 先輩が <laughs> あ「ああごめんなさいそうで」って言って一回さらっとやってくれたんでよかったです。ううんそうね で、無事ね、あのー、どこも、あの、間違えることなく <laughs>、最後、できて、よかったです。そう。だから、そうですね。多分、そうね。あの、機能が、機能新しくできたところは、多分、機能の映像かな、かなんか、 見るのかレッスンがまたあるのかは知らないんですけどゆいさんが見るかもって思ったんでちょっと <laughs> いつもちゃんとやってるんですけどよりね <laughs> まあでもめっちゃ楽しかったな <laughs> やっぱりそのランいつも自,己自分の自己紹介でもダンスめっちゃ大好きって言ってるんですけどあのこの多分 これロックダンンスっていうジャンルなんですよ今回のネモハムルーマンのダンスが。だから多分アイドルダンスとは本当に真逆なんでアイドルダンスってロックダンスってやってる人見たことないから多分アイドルのダンスああいうのダンスっていうか多分ロックダンスを知らない人から見たら本当に何の踊りっていうかなんかすごいドタバタしてるように見えちゃうとは思うんですけど、まあ、ああいうのはロックダンスっていうんですねジャンルがあって。 でそ、あのダンスを昨日やってたあのダンスをランはちっちゃい頃からずっと好きで習ってたのねだからもうほんまに楽しくてレッスンが <laughs> そうダンスめっちゃ大好きって言ってるぐらいだからそうそううん AKB でしかもね「ルーマーの発売日になんか踊れてすごい楽しかったです昨日。<laughs> そうでもただマスクがねすごいあのなんか顔ちっちゃく見えるかなと思ってちっちゃいマスクをつけていったんですじゃあさちっちゃいからここがピタッてしすぎててもしであこ,これあかんと思ってこれ結構リアルに倒れるなと思ったから途中でマネージャーさんに <laughs> でっかいマスクに変えてもらってでっかいマスクもらってそっちにしてました途中からそうでかいとねここにちょっと余裕が生まれるから <laughs> まだ息がしやすいので。 そそうそうでな TikTok に、あのー、8年そう八年前から小4今高3なんですけど小4の時から「でもハモルーマ」踊ってたんで学校ガチ <laughs> でそれの飛較映像っていうのをちょっと軽く作ってみて動画をあれレッスン前にめっちゃ急いで作って <laughs> 昨日の名前の前に。 でアップしたんでまだ見てない方よかったら見てみてくださいほんまにルーマ踊ってるから小ょのランフ <laughs>、うん、ああとねあのやっと公式に上がりましたそうあのルーマをあの撮ったあとあのこの間ゆずかと2人公演した時に公式の TikTok 撮ったからそのうち上がると思うって言っててまだ上がらんわーとか言ってたんですけど昨日上が,上がってました気づいたらなので公式の方 のでも見てない方はよかったら見てください。うん、そう始まる前に TikTok 確認しようと思ったらあ自分が出てきた <laughs> あ。あとちょっと聞いて <laughs> あの,あの昨日 TikTok で生配信をしてたんですね AKB が。であの地元の,あの大阪の。あの 親友からあのななんていうのなんか LINE 来て急にレッスンの途中ぐらいかな途中ぐらいにちょっと休憩で携帯見てたらなんか <laughs> TikTok いられたら小林出てきたんやけどみたいな感じで <laughs> なんその昨日さそのメンバー全員この名前のなんてでう「v i s ゼッケン」みたいなの来てたんですよだからもう「小林」って書いててでなんか後ろ後ろ向いてる <laughs>。 やつのスクショが送られてきて <laughs> めっちゃ面白かった <laughs> それだからこうやって自撮りしてダウと送っといた <laughs> そうなんで、まあ、昨日のランのあの,あのダンスはあの届いてたみたいです <laughs> 地元にも <laughs> あ違いますよ小林読みじゃないよ普段は普通にランっていう呼んでるけどそのビーブスがさやっぱ小林ってでっかく書いてたから <laughs> そういうことそういう意味で 小林出てきたんやけどみたいなそういう感じうん <laughs> よかったですこんばんはこんばんは可愛い,いありがとうエレンさんありがとうございますありがとうこんばんはこんばんは そうだからいやほんまに AKB のファンの人の中でもっていうか中でロックダンスしてる人って本当に何人いるやろってぐらいだと思うから多分みんな今はもうなんていうの「レモンハムルーム」のあのダンスがすごいもうすごい伝わったとかファンの人には伝わったと思うからあれなんですけど <laughs> あのねやっぱみんな多分初め見た時は。 えってだったよね多分。だからはまあいっちゃんはじめにあれ三重高校のあの何、ー、ていうのダンスの先生が金町先生がつけてくださってて振り付けをね。だからその三重高校ダンス部の方たちがいっちゃんはじめに踊ってくださってその動画がまだ全然「レモンブルーマン」すごい前レッスンまだ始まってないかぐらいの時に映像が来た時に。 多分あそうだからラムはもう「はっ!」みたいな「ラムがずっと踊ってたやつや!」みたいなそうだからもうなんていうの棋士官既読感もうすごい全部の動きに見覚えがありすぎてすごい,っすごいめっちゃワクワクしたんですけど多分みんなこん困惑したと思う <laughs> あそうだあとおそうねラ AKB オーディションの時にもあそう AKB オーディションの時はまだ「ネモハムルーマーっていう曲も知らなかったし あのウィッチウェイロックダンスをなんか次のシングルでやるっていうのも知らんかったんですけど <laughs> その時はウィッチウェイやってたわウィッチウェイってあのサビの話をあげてるやつあれウィッチウェイって言うんですけどって思えばなんか <laughs> すごいなんか予言者みたいいやオーディションのなウィッチウェイの映像なんかどっかにあったらよかったんやけどなかったですね 三重高校はすごいのロックダンスっていうかそのダンスがすっごい有名な学校ですごいあの三重高校の生徒さんたちが踊ってるバージョンもはもとかも上がってるんで YouTube とか見てみてほしい <laughs> そうでもダンス部っていうのがすごいいいなと思ったランはそう中学校とかもねダンス部とかあったらめっちゃ入りたかったしあの 作作れるもんんなら作りたたかったんですけどあのダンスやってた友達たちとあの2つ上の子と1つ上の年齢がね子といてだからその3年間にかかってそのダンス部を作りたいっていうのを毎年入学の時にみんなで言ってんですけど1年越しに無理でそう <laughs> なくなくで、ね、ダンス部はちょっと設立できなかったんですけど <laughs> そうでもなんか なんやろすごいねまあいつものレッスンじちゃいつものレッスンなんですけどすごいなんかみんなでロックダンスを踊れるっていうのがすごい嬉しくてしかもね昨日はねあの一緒に選抜のね先輩たちと一緒にまあ踊れてというか。 すごい、本当に楽しかったです <laughs>。そう、まあ、でも、そうですね。うん、でも、やっぱ。なんか。 レッスンで踊ってる時って何やろもちろんマネージャーさんやったりとかそれこそ先生やったりとかが見てるから見てる人いるっちゃいるんですけどやっぱね生配信ってなるとこっちから見たらあのその配信してるカメラしかないけどそのカメラで何百人果たして何千人にもしかしたら何万人の人が見てる っって思ったらももうそれだけでもちろん本当に倒れ今にも倒れたいくらいしんどいけどなんか全然いけちゃうというかすごいそのしんどさでさえすごいなんかいい時間やなって思えてなんかそのままに <laughs> おんなんかあ青春やなって思ってすごい楽しかったです。うん こんばんはさあ昨日うはあのー、やっぱねみんなもやっぱレッスンってなるから弾きやし弾きの映像やしみんなマスクしてやろうから多分何ランのこと探されんかなって思って <laughs>。 全身ピンクのレッスン着をね調達してきましたピンクで <laughs> そうでもあの終わった後にすごいピンク目立ってたってみんな言ってくれたんであよかったーって思ってまあでもね結局あの小林ってやつつけてたからピンクじゃなかったも全然分かったと思うんですけどまあまあまあ そうです、ね、そう上はね七分丈ぐらいの長さで初めは全然大丈夫だったんですけどうん多分さすがに最後熱くて <laughs> 最後脱いじゃいました上だけねそう、まあ、やっぱりランは 生配信系の人数がいっぱいの時はリモートとかやったらあんま気にしてないんですけど昨日みたいな感じの配信ってなったら私服の時はもうとりあえず目立つ色来ますねっていつもやっぱりなんか小学校の頃も運動会の時に <laughs> あのみんな体操区一緒やんだからそのでラんの小学校結構人数多かったんですよ 4桁ぐらいの人数いてマジで多かったからそのママがそのビデオ撮るってなった時に探されへんからって言って毎回あのレインボーのモコモコみたいな靴下履いてるんですね <laughs> と見えるところで目立つようにんかやっぱそのあれがいまだに残っててこう配信物ってなったらねやっぱその目立つ色っていうことになりますいつも, <laughs> もそ目立ってなんぼやから本当に でみんなも探しやすいしいい,じゃいいでしょ <laughs> は,じ、ま、はじめましてチーム K の小林蘭といいますよろしくお願いします素敵ありがとう うんそう小学校4桁人数千千何人いた小学校やばいよね <laughs> 全然知らん人いっぱいおるもん当たり前にうん7七組ぐらいまであった気がする <laughs> 高校かって感じやなこんばんはこんばんは 田口さん黒すぎてビビったあれっすんぎ黒着てたっけでもレッスン着はね結構ランは昨日はあれ珍しくピンク着てたけど基本もやっぱ黒かな基本黒の子,の子が多いうんそうでもやっぱり、ね、みんな黒やろうなって思ったからこんばんはこんばんは 5, 5, 6, 人だマジコンサートやん多すぎやばいな、ね、それうんそう蘭が入学した時は1年5組とかやって5ぐらいまでやったけどその 卒業する頃には1年生は7組とかだった気がする <laughs> マジ軽く待ち、ね、あそうで10月4日の CDTV で昨日完成したフルサイズを。 披露するとのことなので、本当に頑張。頑張って。四 <laughs> 日は、ね。え、何んだろうな。 十月四日です。降るね、ほんまに。でもマスクがないから本番はレッスンよりかはちょっと。 ね、マシやと思うけどでもその分ねカメラの意識やったりとか他の意識にいかなあかんくないからどっちみちねあんま変わらんと思うけどぜひもう楽しみあそうそうそうで、えー、2番1サビが終わって2番に行くまでになんとよくいさんのソロがね入り込んできたからちょっとこればっかりやね。 あの昨日はほんまにもう完全ソロだから振り付けは多分よくさんが全部し,しはるからあの昨日はそのじゃあここその昨日決まったから昨日は多分ほんまにもうその場でペッと踊ってただけやと思うけど本番すごいめっちゃ結構ゴリゴリにポップする気がするからそれがラんまんマジで楽しい <laughs>、うん。こんばんはこんばんは。 そうでもなメールにも書いたんやけどいつもメールに書いてることをショールームでしゃべっちゃうなそうやっぱこれやめとこうと思うんですけどなんかすごい喋っちゃうとうん何時やろ分からん何時やろうね簡ン,トンディに。 ニューバランスの靴もらえなかったもらえましたよいただいた昨日履いてましたよ昨日あれ全員ニューバランス履いてました昨日の配信なのでぜひ327あれ読み方合ってる ?327 だっていうのかなニューバランス今 AKB、うん、があの CM やらせていただいてましてねそうニューバランスそれ普通に もらえると思ってなかったから自分で買おうと思ってたんですけどレッスン出るからレッスンっていうかあの昨日のあれ出るからって言って靴いただけちゃった <laughs> そうニューバランスめっちゃ軽くてマジでほんまに踊りやすかった昨日ねさあのなんで昨日みんな全員ニューバランス履いてるのでぜひね おしめがいたら、そう、そのおしめと同じ色、ね。色のやつ買ってみてはいかがでしょうか、皆さん。ちょうど A. B. C. マート。普通に、あの、もう。レッスン上に、あれはずっと置いときまして。あの、そう、ライレッスン上に、ちょと二つ置いてて。 一つがなんかちょっと厚底みたいなやつを置いてるんですけどそれはほんまにめっちゃ安いところで買ってほんまになんかなんていうのそんなになんか激しく踊る曲じゃない時によく履いてるんですけどもう一個があのなんかほんまの運動靴みたいなもう一個もう結構ガチでそれこそルーマーとかのレッスンの時はそっちを履いてたんですけどそれ辺の靴がさ多分履きすぎて中の中敷きがどう中の中敷きなって ごめん <laughs> その中敷きがもうなんかどんだけ元に戻しても絶対にずれてもうちょっとあこれちょっともう寿命かなって思ってたからちょうどもらえてだからめっちゃ嬉しかったからしかも真っ白超かわいいラ,ランは真っ白のやつもらいましためっちゃ嬉しいだからそれレッスン上にも置いてる箱箱でもらったからあのランって8回ついて。 からこれからで、ね、レッスンの時はもうそれ履こうと思ってます。そうやっぱさ運動靴にしちゃうとそう真っ白だからちょっと汚しすんでね。レッスンやったらさレッスン上綺麗やから。 まあなのでもしランとおそれいにしたいとかいう人がもしいれば U ハウスの327の白入ってますちなみに23.5まあサイズはねおそいにするとかないですけど <laughs> みんなサイズはあるから <laughs> ぜひ <laughs> お嬢様なの全然。 <laughs> ただのアイドルですよ今日の服かなチャラチャラいっぱいついてるから <laughs> サイズをそれ無理かそれは無理サイズをそれはさす通にフィギュアになっちゃうかフ <laughs> そランいつも24でそうてだから3.5とかたどうやろうと思ったんですけどめっちゃ <laughs> <れ>そう AKB に入った時が多分323。2 3 2とか23とかになってるけどそうなんかブーツとか全員同じやつとかやったりしたら SML なんですね基本で入った時はちっちゃかったから S だったんですよだから多分初めのあれで情報が残ってるからそう結構最近までずっともう,もう M なの S はもう入んなくて M になってたんやけど毎回ね衣装を借りるために毎回この S を衣装さんが用意してくださって毎回ごめんなさいちょっと M に変えていいですかってねいつもやってたんですけど今回は すごいあの,あのフィットするのでよかったです。にわらさん足に優しい席だから足ああなるほどね。うんめっちゃ軽かった。23も予備で準備してたあいやなんか連日かなおととい なんかレッスンっっててななんんかか何やたけレッスンしててなんかその時にあのマネジャーさんに「ちょっと履き慣れ履き慣れたいっていうかサイズ見たいんで今日からちょっと履いてみていいですか?」って言ってで前日に履いたらめっちゃちょうどやったんであの、変えてもらうことなくそのままゲットしました <laughs> 高校の時ロックダンスやってたからおお 結局でトエロポイン名かしなそれはそう <laughs> そうねほんとにマジでロックダンスアイドルがロックダンスする世界線すごいよなほんまになんか TikTok とかでもやっぱ TikTok ってさやっぱ他の SNS に比べたら AKB の、ね、今の AKB っていうのを知らん人の方が多分いっぱい見てる気がするから年齢層もおかいし多分 TikTok って多分やけど。 だからそのえ今の AKB ってこんなこんな,なってんのみたいなコメントがめっちゃあってや <laughs> 今回はさっきう別,別にあ全然可愛い曲もちろんやってますよって <laughs> すごい思,思ってるけどうんえでも「もはもルーマーがねこの,の AKB の曲なんや」っていういい方にすごいみんなが知ってくれたらいいなって思います。 夕晴ンスはけごちあマジでいいで軽いほんまにいいだから普通にあのだからそのさそ運動靴がそさっきも言ってたそのレッスンで履いてたやつが中敷き問題が起こったからでたまに普通に走ったりするからその時の運動靴でもう一個欲しい。<laughs> うん。えー、でもさなんか今まではさえあのえロックダンスを AKB でやってる人はいなかったからなんかたまにのさなんか曲のソロとかでロックダンスとかやったりしたら「なんやこれ!」みたいな、ね、ってみんななってた気がするけどこれからね。 もしそういう場面があってロックダンスもしランが踊ったとしてもああってすごいねみんな見覚えがある,あると思うのでうんフフ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 フ なるさんとかが履ってる気がするあ本田ひとさんとかも赤やったかな赤も可愛かったごまんわんんんまあでも白は何でも合うんで <laughs> うん のわーすごいよく覚えてくれてるそうアイドル幼稚中公演の「そばかすのキス」っていう曲の中でなんかその感想でそれぞれなんかソロダンスやるとこみたいなのがあるんですけどフリーダンスみたいなそ,うそこで毎回やってましたロックダンス <laughs> 昨日のうの TikTok のライブ始めたえー、ありがとう <laughs> ありがとうございいます嬉し金前先生にロックダンスしてたこと伝えたらってあら金前先生はねあの昨日初めてお会いしたんですよね多分 MVMV の撮影 MV メンバー以外は会ったことないのでラ MV のもちろんいなかったのでほんまに2ヶ月ぐらい遅れてレッスンに入ったから その,そのなんていうのその生徒さんもう卒業されてるんですけどにずっと教えてもらってたんで昨日初めてお会いしたからそんな特にそんな先生とそうこうい一人こうなんていうの一人で話す機会はなかったからそんな細かく話してないけど <laughs> でもあののなんていうの教えてくれてたその先生二人いたじゃないですか。 ももとと生徒さんのでその方には「あのえなんか録音室やってた?」みたいな聞かれたんで「本当にあのあやってました」みたいな感じで言ったけど前にそうでもちょっとこれはあのもうごめんなさいみんなにはもう言わないんですけど昨日あの配信 を終わってその先生にあの「ありがとうございました」みたいな。で挨拶してる時にそのティアラさんそのい2人ティアラさんと綾乃さんがい,いるんですけど先生その先生にすごいあのなんかすごいなん,かなんていうすごいなんですか勇気勇気が出るっていうかすごい嬉しいことを言ってもらってなんかそうですでもこれはちょっと、まあ、自分だけにしとこうって,ってじゃあここで言うなよ」って思ったですてねごめん。<laughs> すごいなんか普通に「ありがとうございました」みたいな言ってただけだったんですけどすごいあの「あなんかあのひらゆきさん <laughs> あのあのツイッターのやつあれ見た」みたいなの言ってくださって、うん、うすごいなんかあなんか頑張ろうって思 <laughs> えたっていうかなんかすごいうれし,しいことで。覚え だあの録音やってる先生に言ってもらえてすごいなんか嬉しかったですのでまあ頑張りたいと思いますまたね <laughs> <laughs> そうでもそうそのねそのその,そのティアラさんとエイノさん まあ、結構そのディアラさんはねどっちかって言ったら結構すごい言ってくださるんですよもうそちらの方がすごいこっちも「あやばい頑張らないと」ってなるからもう全然いいしあれなんですけどうんすごいどっちかって言っうと結構厳しいタイプの先生なんですねだからなんかさでもそういう先生こそさ褒められた時すごいい嬉しいやんだからそれでした <laughs> すごい嬉しかった。 そうだからその初めて選抜の方のレッスンに参加した時にその選抜のさメンバーさんたちはもうずっとその前からずっとずっと練習してるしそのもう名前が先生ももちろん全員と分かるから名前で呼んでるんですけどランがポッと入って名札とかも何もああいうのしてなかったからもちろん名前が分かんないじゃないですかランのこと。でその時になちょうどめっちゃ真紫の,あのレッスンに着てたのよ。 だからその初日の時はなんか「ちあちょっとあ紫の子!」みたいな <laughs>。で、紫の子って言われった <laughs>、うんまあ。昨日はイン,インクの子だったんですけど昨日ねインクでいたんですけ <laughs> うん。<laughs> まあでも蘭が先生やってもそれって呼ぶやろなと思って <laughs> えでもまだその目立つ目立つ色着てよいか,かったなと思ってそれで黒とかやったらみんな黒やからさほんまに多分あのー、みたいなじゃあ,あれやけど紫ってうんと自分やなってな <laughs> どう考えても自分しかわらなかったからうん確かに面からみたい <laughs> 最後の投資焦らなかった焦らなかったかな特に楽しかったただただあのポジションに入るのはあれが最初やったけど最後の闘志が初めて入ったけど <laughs> までもなもう何て言うのそうもう覚え,覚えたしもう当たり前やけど先にやってたんでただ他の17人の先輩たちと一緒に踊るだけだったので。 焦りはななかかったかな楽しい以上って感じ <laughs>。うん楽しい足上げないとみたいなそんな感じずっと頭の中。メンバーカラーの略ですメンカラーは。 休憩中は何してた休憩中はあのだからそれこそ振り振りを見返してたそうだからあの多分これ最後急に音で通すやろなって途中からうそつ感じだしたから <laughs> <laughs> 休憩どうせんとかね でも昨日の個人的なすごい楽しかったポイントは <laughs> 楽しかったポイントって <laughs> あの初めの A メロの奈々さんの歌ってるのは奈々さんだけなんですけどあの奈々さんが歌っててこの3人で奈々さんとゆいゆいさんとあり、の、ん、ー、さんで3人で初め踊るんですよ。ちちと当てないうちに 見違えるるくららいってね、踊るんです。だからそこの振りがめっちゃ好きであのめっちゃやりたかったんですでもそのアンダーの入ったポジション的にそこの振りはやんその3人に、ね、当たらなかったんでやってなかったんですけど昨日それができてすっごい楽しかったまあでもそうズッキーさんが靴脱げちゃったから <laughs> そうそうすごい「あーってなってたけど <laughs>。 そこができてすごい嬉しかったです <laughs> めっちゃ好きあの振り「ザ・ロックって感じで大好き、うん、そうなんか「うなんかルネモハモはあのなんか結構さ他の曲とかって、まあ、もちろんサビがやっぱ一番盛り上がるからサビの振り付けがまあ結構大体まあ踊って A メル B メルとか割と振りが。 なんていうのどそんな割と控えめなことが多かったりするんですけどルーマに関しては結構なんかずっとサビではないけどあの踊りのハードさっていうかその難易度的には結構ずっと同じぐらい難しいから <laughs> そう結構ねずーっとノンストップで踊ってるからすごいあのハードっちゃ本当にハードなんですけど <laughs>。 超楽しいこ、うん、こんばんんんばばはは昔もイチェそうですねウィッチやってましたね小学生の時から <laughs> 自分でも忘れててやってたのでなんか昔の動画昔の動画っていうかあれ待ったいって待って,待って,待ってそういえばなんかね昔 なんかレッスンでウィッチやったらちょうど動画撮ってた気がするなって思って <laughs> 携帯さ古い方の携帯遡ったらちょうど w h i c h してる動画見つけたからこれはっんでしかもウィッチの速度がネモフォームルーバーの曲とマッチしすぎてそうちょっとちょっとねいい感じやったから TikTok 見てくださいまだ見てない人は <laughs> サマパレ好きな どうもしええ嬉しいあでもあのもうわかる誰か TikTok とかすごい Twitter もかなアイコンアイコンがみおんさんともぎさんやったかなうック TikTok とかも全部見てますコメントとかも <laughs> いいなんかあのテ TikTok の設定があんまりわかんなくて まあ、初めの設定からあんまりいじってないんで通知とかもとりあえず全部来るやつにしてるから <laughs> そう、まあ、多分変えようと思えば変えれると思うんですけどまあ通知別に来て嫌ではないからそのままにしてるのでよく見てますありがとうございますコメントとかいいね押してくれてたっていうっ 合ってるあよかった「ネモハムルームらっちゃんの運命の曲構えて」いやそれは感じてるよ <laughs> それは,はあの感じてる感じてるってうかあの噂で次のシングル「ロックダンス」ってやつやるらしいみたいなのを風の噂で聞いた時から運命は感じてる <laughs> 勝手に感じるだけなんですけど別に何かをなな成し遂げたとかではないけど勝手に勝手にうめ感じてますすいませんこんばんはこんばんは <laughs> うんどしんやにコメントしてたあでもあの,けあの TikTok 上で通知が来るから別に他のやつ開いててそんななんていうの ラインみたいなそんな感じで来るわけではないから全然迷惑とかではない新聞に TikTok 開いた時に通知マークにいっぱいこう来るってだけなんで全然大丈夫ですよ <laughs> 夜中の3時とかにコメントしてるけども全然大丈夫ですよ皆さん <laughs> ちなみに昨日はラン3時半に寝ました ビッチのやり方教えていいたただきたいです53歳のおじさんおじさんなのまだおじさんじゃないよ。ビッチへのやり方 <laughs> ビッチへのやり方ら先生じゃないか教えるむずいな <laughs>。でもとりあえずあの足をちょっと今説明できひんねんけど座ってるから。はじめにみんなが基礎練としてずっとやってたのはあの。 ビッチでこうさ足上げてこう曲げるやんひ膝で曲げへんとこの立った状態ずっとこうビート刻みながらこう足を90度に上げるっていうそれを曲なってる間ずっとやるみたいなそういうの練習はずっとやっぱ足を90度に上げてから曲げるっていう流れなんで <laughs> 動作的にはだから足をこう90度に まずはあげるっていうでも多分いきなりやったら本当にももとか壊しちゃうから <laughs> でももし本当にやるならちゃんと YouTube とか見てそういう先生とかが教えてるやつでちゃんとやってね本当に <laughs> メンバーでさえもうみんな足腰やってたから <laughs> 足腰っていうか足かなやっぱりもものあたり何でもなったもん もうやっぱりそのロックダンスはずっとやってたけどその久しぶりにやったから何ていうの,の AKB やってる中で普通にちょこちょこソロ,だソロの時にちょっと連れて踊るとかやったらちょこちょこやってたけどそのかがっつりこう何ていうの <laughs> やるんだけどめっちゃ久しぶりやったからあの全然しっかり壊したマジでもう今は全あのいくら We 中やってももう もう慣れてるから足は何頭もないし体も,もうどこにも筋肉が来ないんですけど初めの1週間ぐらいはあのやばかったですね <laughs> みんなガチゴチやったみんなもう生体の帰りにレッスンや行ったりとかレッスン終わってたみんなやってましたね <laughs>、うん、あとはもう本当にその生体の先生がずっとレッスン場に来てくださってて。 だからもうみんな自分がやばいと思ったタイミングで抜けてこうやってもらったりしてましたそうやっぱね何事もやっぱあの始めることは大事だけどいきなりねバンってやっちゃうとやっぱそうびっくりするからちょっとずつね「うん」始めましてって「じめまして」だって「始じめまして」「うん」 ありがとうえっ挑戦すんのやってほしいぜひ。<laughs> でも TikTok のなんか a k 公式の方の TikTok ですごい自分のも上がってるんですけどいろんなメンバーの,そのルーマンのサビそれこそイッチをやってるやつとかの上がってるコメント欄とか見たりしたら <laughs> なんかあのなんていうの <laughs> ピエロのダンスにしか見えへんみたいなコメントがよくあってちょっと <laughs> あの嬉しくはないけどだからちょっとい旦そ,そのイット!」っていうさ映画みんな見た怖いやつピエロのあ,あれ見たんですよだからなその人が何のこと言ってるかすごい分かってなんかちょっと嬉しくはなかったけどちょっと一旦くすクスッと笑っちゃいそうになってちょっとあの変な気持ちになりました <laughs>。 なんかそのコメントは嬉しくないんだけど言ってることも全然わかるんよなとか思い<笑><笑>ながらんかちょっと <laughs> うんすごい変な気持ちになりました <laughs> でもルーマはね生でそうサマーパで 初めてファンの人の前では、初めて披露したけど、なんか劇場でやりたいら、やっぱいつできるか分からんけど、劇場でルーマーやったら多分、迫力やばいと思う。ホンマはさ、それこそ、公演やったら16人かな ?16 人でやりたいけど、それはやっぱ多分なかなかもういつできるか分かんないんで、せめて8人で、ルーマーをやりたい。 もうほんまにあの劇場の至近距離であれをだって昨日の,の生配信の画面越しであんなにさファンの人とかすごい見てくれてる人がなんかねすごいなんかなんていうんで褒めてくれたりすごいみたいに言ってくれたりしてたからあれ多分あの劇場の近さまで見たらみんなちょっとこうなると思う <laughs> 迫力 <laughs> うん ねやりたいですね。そうでもランはあのそう昨日ツイッターにも書いたんですけど昨日のあのユいユいさんのポジションで6つ目だったのであと12個覚えようかなって <laughs>。楽しいし全部できた やろう覚えようって思ってますこんばんはこんばんはうんいやまあ確かに足音多分こう劇場でやったら立ち見まで聞こえると思う多分。 そうでもレッスンの時にあの昨日の2番の2番の振り付けとかも昨日の自分は出てないところだから昨日の自分やったら踊ってないけどもしかしたらいつかねまた踊れる機会があるかもしれんかなと思ったからとりあえず全部の振り付けは一旦覚えといたから <laughs> とりあえず全部振り付け自体はやっぱ映像であんな速いやつを自分で起こすよりかやっぱレッスンで自もうその時に覚えちゃう方が早いから。 後でもしやるってなったらだから振り付けはとりあえずもう全部覚えたんであとはもうやっぱ立ち位置番号とあと方向立ち位置によって方向が全部変わるからその方向とあとはその動線とか覚えればできるからそういつね いつ選抜の先輩がいつ急に出れなくなるかわかんないからそ,うその時にやっぱり誰もそこができないってあ,とあ,れあれなんでまあそういうのもあるし、まあ、シンプルに、まあ、全部踊れたらやったーと思うよ <laughs> だからちょっとまあそういう気分で時間ある時に全部やろうかなって感じです。 ねルーマをほんまにすごい AKB のファンじゃない人にも見てほしい。いやれ見てーあれ見てからすごいほんまにすごい何かは感じてくれるはず,はずなんですけどねどうやろ。<laughs> 全部で18人なので選抜は選抜の先輩は18個かなポジションは全部でうんそうまあまあ <laughs> ししましたありがとう。TikTok かななんやろありがとう。TikTok ライブはファンじゃなくてもおすすめ流れたりするかほんといやほんまにそう。だってさっきも言ったけど、昨日だって地元の親友から LINE 来たもん。<laughs> TikTok 入れやったらおってんけどわらみたいな感じで <laughs>。なんかレッスン、こうやって真剣にも受けてる写真送られてきたスクショして <laughs>。 うん、やっぱってそうなんよ、ね、まあもちろん多分自分がよく見るコンテンツからおすすめ流れてくるってもうもちろんあるとは思うねんけどうん全く関係ない人も流れてきたりするからやっぱそこ強いよねツイッターとかってさもうなんていうの自分がフォローしてなかったらもちろん流れてなんか来ないしもう誰かがリツイートしたとかさじゃないとほ さあ知らない人なんんてて流れてこうへんやんだからそういう面でやっぱ TikTok ってやっぱコンテンツ的なバズりやすいんやろうなぁとは思うだからね頑張ってでも今 AKB もすごい TikTok とかもすごいねあの力入れてみんなで頑張ってるのでちょっとずつ成果というか結果がねみんなで頑張ったのが出てくればいいなと思ってますうん <laughs> そうなん、ハララン。うん。そうだからもう。うん。あの動画何あげようって待って、それでもなんかなんて言うん。 TikTok はさ始めたけどいまだにさ他の人の動画マジで見ないんです自分が上げてあとはフォローも AKB の公式しかとりあえずフォローしてないし <laughs> だからほんまに AKB 自分のと自分が上げるのと AKB 書いてないから <laughs> その世の中が何のダンスとかが入ってんのかマジで分からんくて何をやればいいかはちょっと今迷ってるんですけど、まあ、いろんなね やつ踊ろうって思いますでもモーニング娘。さんの人とかもちょっと踊ってみたいなって思ってます <laughs> あでもその登録されてる曲の中でしか選べないからまあそれはねそのまあアプリと相談なんですけどひ <laughs> ろゆ,ゆきさんとリモートコラボダンス今日やりたい <laughs> それはめっちゃやりたい そうだ、そうよひろゆきさんルーム踊ってもらおうなこればっかりはうんこんばんはこんばんはいや好きなの踊るのはねまあ好きなの踊るもももちろんそうなんですけどやっぱねあれなんやっぱ流行ってるやつの方が回りやすいんよね多分動画が。 最近有名な方がたくくさん、ね、モハマ宣伝してくれてれえ、どうなったあでも今日指原さんのツイッター見たでもさやなひろゆきさんさもしさいつになるか分かんないけど番組再開してさあったってなったら忘れてそうメンバーのこと。<laughs> なあうん忘れてそうじゃないゆるあきさんってランちゃんだけランちゃんと呼ぶのやっててそうやかなそうやったっけランだけやったっけ確かに確かにえそうやんねランもさその時あん,まきあんま意識してなかったんけど後からめっちゃファンの人に言われてそれななんかしれっとランちゃんって呼んでたよな そこ TikTok にあげようかな。ほら、ルさんのこと何やと思ってるやろ <laughs>。ちょっとあそこ面白いよな、多分いや、まじ予想なんやけど、ごめん、これはあんまり大人の人見てほし見てほしくないけど、みんなだけに言うこれ、多分予想なんやけど、多分あの収録の時にの、ランちゃんって言っちゃって、多分その後 ちょっと多分あみたいな感じで思,思っちゃったんじゃないとそうそうそう多分やけどそうねんや花さんがあのー、ランちゃんランちゃんって,言って呼んでたんですよずっとランのこと呼んでくださって,ってランちゃんって言ってたでそれでその,その V 終わりでの話だったから多分シンプルにそのランちゃんって呼んでたから、まあ、そのまま言うただけやと思うんですけど <laughs> えそうでも俺これマジ自分あるあるなんやけどなんか初めてやった 大人初めて会った大人の方っていうかそれこそだからその花田さんもそうなんですけどだ大体ね基本ってさやっぱその始めましてってなったら基本名字で何とかさ「らんちゃん小林さん」とかってなったりするやん結構ね「ランちゃん」って言われるんですよね呼びやすいんかなやっぱりランちゃんってどうなんやんか、まあ、全然嫌な気しないしむしろ嬉しいから全然それでいい。 これからもお願いいしたいんですけど <laughs> これから出会う初めての方には <laughs> そ。そうだからああそうそうこれで言ったらあのなんか立ち位置表とかにも名前を書いてる時に例えばじゃじゃ立ち位置で「じゃ吉橋とか「大森」とか。 佐藤とかで返したりしてもランだけまあこべ時もあるあるんですけど結構ランって大体書いてるからねランはいいのかな呼びやすいの確かにそうだねそうそうそうまあキャンそう本当にキャンディーズの伊藤ランさんが由来やからまんま <laughs> まんま由来やから。 アナさんが話してる時神とユニットのランちゃんでないでそはミッサーさん <laughs> あれ面白かったよなうんしなこちゃんえマジあとで見ようルーマルーマンこんばんは知ってますよしなこちゃんうんねそうでもママがそのランの名前 つけた由来っていうか理由がマジシンプルすぎてあのそのママがすごいファンやったんですよキャンディーズ伊藤蘭さんで蘭ちゃんみたいな可愛い子なってらしいみたいなまあ、シンプルまあ、もう一番分かりやすいよねで、まあ、蘭になったわけなんですけど <laughs> どうですかねどうやろうあの伊藤蘭さんみたいに可愛い子になってらしいみたいな意味合いで。 つけけたっぽいけど、どうやろう <laughs> ちょっとちょっとかなってんのかなどういう人も分からんけど <laughs> うん <laughs> えまあでもさそれのさだって井戸さんもちろんアイドルじゃないでさまあ同じ職業になってるってことだけどなんかちょっとねすごい <laughs> 勝手に店ですごいって書いてるけどまあこんな感じで終わります <laughs> ではランキングでみます。十三アルニソさん、ありがとうございます。十二ヒロさん、ありがとうございます。十一エイニャンさん、ありがとうございます。十0位ギャロウさん、ありがとうございます。九位ヒヨコさん、ありがとうございます。八位スリアさん、ありがとうございます。七位ポンタくん、ありがとうございます。六位しんべヱさん、ありがとうございます。五位ティエルトルさん、ありがとうございます。四位島田さん、ありがとうございます。三位さとちゃん。 ありがとうございます。にエデンさん。ありがとうございます。そして一位は、とんだ、んとんだポンドさんかなありがとうございます。えらラ,ランちゃん。はい。四0位の猫さん。猫。今日、真っ黒の猫ちゃんに出会った町で。町っていうか、別に外で。かわいいか ということねえっと、今日も見てくれてありがとうございました。5200じゃないね。3000、間違えたら5323人。ありがとうございます。ということで、今日で9月が最後、明日から10月、あと1週間で誕生日イエーイあと1週間で誕生日ということで、あのー、まあ、頑張る、頑張りたいと思いますよ。なんかちょっと違うしすぎるな。まあ、楽しみ。<laughs> T シャツもねすごい届き届いてるみたいでよかったですうん <laughs> 誕生日ですよみんなの誕生日知ってる <laughs> ?10 月7日ですよかったら頭の片隅にでも覚えといてくださいでは終わりますありがとうございましたバイバーイ <laughs>